私たちは悩める女子を助けるゴレンジャー、異病マンの可愛い後輩です。でも実は私たちも悩める女子高生。自分自身の体のこと、生理のこと知らずにそのままにしていていいのかな。私たちと一緒に自分の体のこと、異病のこと考えてみよう。今日みんなに話したいテーマは小学校の所長の授業についてです。それではどうぞ。お前が高校でさ、性に関する授業を受けて、その中で生理の話もあったんだけど、そういえば小学校の時もそんな授業あったような。まあ、あったかもしれない。プールの前とかにあった。小4ぐらいだね。うん、なんかそれなんか女子だけ遊べない成長期が来る頃ぐらいにあったけど、全然覚えてない。なんか生理用品、あ、ナプキン、うん、を1枚だけ土産でもらって帰ってきたみたいな。なんだこれみたいな感じで。その時ってナプキンの話しかされなかったかも。他の生理用品の話とかも聞いてみたかったのに。そうね、結局わからないままに持ってきちゃったり。でもなんかそこで説明されても聞かないかも、小学生。じゃあ逆にね、今その生理用品の話とか、あと生理の仕組みの話とかもきっと小学生だと難しいよね。でもう一回改めて教わりたい、ちゃんと。ちゃんと、自分がちゃんと来てて、あ、こういう症状があるんだなっていうのを知りたい。やっぱり授業っていうのは自分のその生理とか未病に関して興味を持つ一番手軽な方法だし、なんかそこから自分でどんどん情報を広げられたらいいよね。興味があったら調べる感じで。そうだね。それにしても他の生理用品って使ったことないな。やっぱりナプキンが慣れてるし。私のお母さんはタンポン使ってるらしいけど、私は全然使う気になれないし、使う勇気も持てない。使い方がわからないから怖いかな。怖い怖い。使ったことある人いるかな。はい。おいたの、これを。今までに2回使ったことがあるんだけど、1回目は友達とお出かけするときで、2回目はちょうどスポーツ大会でかぶっちゃって、どうしても使わなきゃいけないかなみたいな感じで使ったかな。なるほど。怖くなかったかな。めっちゃ怖かったけど、使ったら使ったで全然違和感とかも何もないから平気だったかな。今やっぱ何回目とかでもちょっと怖いっていう気持ちはあった。そうやってやっぱり場合とか状況とか、そういうのによって使い分けられるのが一番いいと思うんだけど、なかなか使い始めて勇気いるよね。そうだよね。なんか自分しかやってないこととか、新しいことに挑戦するっていうのは結構気持ち的にも一歩勇気が必要だよね。必要だね。みんなどのくらい使ってるのかな。友達とかとも話してみようかな。そうだね。身近な人と一緒なら。そうだね。それこそお母さんとか仲がいい友達とかと一緒にチャレンジしてみるのがいいかも。一人でやるよりね。やっぱり親のナプキンを使ってたから、そういうところも一緒に始めるとハードルが低く感じられるかも。みんなはどうも興味があったら